ユンボミは、大韓民国系気道水原市出身の歌手、女優、タレント。ガールズグループ A ピンクのメンバー。英進女子高等学校を経て韓国、芸術高等学校卒業。身長164センチメートル。A ピンクの中では、メインダンサーとリードボーカルを担当。ダンスがうまく振り付けも担当する。甘く、ハスキーな歌声が特徴。 グループのムードメーカー的存在で明るいキャラクターを活かし、バラエティ番組でも活躍している。兄弟は姉と弟がおり、両親はスーパーマーケットを経営している。幼稚園時代からテコンドーを続け三段の段位を持つ、後ろ回しゲりが得意で、これを披露したことが所属事務所のオーディション合格の決め手にもなった。小学生時代はダンススクールにも通い、 高校時代はチアリーディングを続けながら芸能事務所の練習生として3年間活動した。高い身体能力を誇り、アイドル陸上大会で金メダルを獲得したり、本当の男女分特集2で入隊した際には、テコンドー少女と呼ばれ、軍隊で必要な人材と絶賛される。また、プロ野球始球式では、完璧な投球が登板の度に話題となり、 女性芸能人ナンバーワン支給との呼び声も高い。2018年までグループで共同生活を送っていたが、その後はメンバーのチョロンと二人で同居している。2014年11月9日2011年、韓国芸術高等学三年時在学中に A ピンクの一員として芸能界デビュー。A ピンクの中では一番長い練習生期間を経てのデビューとなった。以降、 グループ活動は、A ピンクのページを参照。2012年、A ピンクのメンバー、チョン・ウンジが主演を務めた、ドラマ、応答せよ1997に亀を出演し、女優デビュー。主人公ユンジェの亡くなった母親の高校生時代を、演じた。2013年7月17日から2015年7月8日まで、バラエティ番組、週刊アイドルの MC をビトゥービーのイルフンと共に、 努めた。その他にも、2014年に、音楽番組、小音楽中心の MC を務めるなど、MC 運用を活発に行う。2015年、MBC、本当の男女軍特集2に出演し、軍事訓練を経験。9月、KBS のウェブドラマ、恋愛探偵シャーロック系にトップスターのユナ役として出演し、11月に、ネバーで放送された。 2016年、仮想結婚バラエティー、私たち結婚しましたのシーズン4に出演し、ジェ・テジュンと仮想夫婦生活を送った。2018年4月、個人 YouTube チャンネル、ポムポムポムを開設した。2019年4月、ネットによるアイドルニュース、さらに、KBS のスター密着バラエティー、バトルトリップの MC にも抜擢される。同年、 農業大学を舞台にした SBS のモバイル配信ドラマ、ロマンスは突然に僕が恋した、君とトマトで主演を務める。2020年、MBC ドラマ、どうかその男と会わないででは、主要キャストの一人、ムン、イエスル役を演じた。フィーチャリングレギュラーのみ。ありがとうございます。